アナグラです。体調がいいですね。今日はですね、寝起きから昼過ぎても体調がね変わらずねいい方なんですよ。気温がそんなに上がらなかったっつうのが一つあるかもしれませんが、体が軽いしね、いつものだるさがねあんまりね感じられないんですね。ですから普通に動けるし、やっぱりねこの気温にね左右されるんでね、それさえなければねまた随分ね前に進めんじゃないかと思いますけど、まあ、それに対応できる体を作っていかなきゃいけないんでね、まあ日頃のね頭痛対策ではありますが、寝る前のストレッチをね今後もね継続してやっていきたいと思うんですね。主にね頸椎とか肩甲骨とかその辺、あと後頭下筋群付けね、この首の付け根ですね、その辺をねストレッチしたりね揉んだりしてるわけですが、例えばね後頭下筋群一つとっても、これただ揉むよりねこの首の付け根、第一頸椎とか第二頸椎あたりを軽く触ればわかると思うんですが、こういう状態ってまだ硬いんですね。顎を引いたりこうやっていろいろ動かして柔らかいところを探すんですよ。そうするとねこうやって上を向いた状態っていうのがね、筋肉がねリラックスっていうかね緊張が取れて緩い状態にありますよね。その時ね後頭骨の付け根あたりをこうやってゆっくりさするぐらいでいいんですよ。ほぐす感じで、突っ張ったような緊張状態の筋肉をね無理やりねほぐすよりね、そっちの方がね体に優しいし効果的だと思いますよね。それをね今日やった明日やってからってすぐ治るようなもんじゃなくてね、これ自分は何年もやってますから、地道なね習慣がね本当大事だと思いますよ。まあ、後頭下筋群ってあの目と連結してるの知ってますでしょうかね。例えばスマホでもパソコンでも、まあ、読書でもいいや、動く範囲っていうのはこう狭いですよね、眼球の。そうするとね良くないんですよ。何時間も同じ眼球の動きだと、まあ、それがこっち側に連結してるんでね、目のね運動とか、まあ、そういうのもねやっていくとこっち側のね負担はね軽くなるんですよ。例えばねこういう上向いて柔らかい状態で、まあ、硬くても分かりますけど、その状態こう軽くね指に神経集中させてね触れて眼球をねこうやって動かしてみると分かると思うんですよね。微妙にねこのね指先にねその筋肉の変化が分かると思いますよ。まあそういうこともね考えながらね、ああつながってるんだなと思ってね、日頃ね手入れをしていくとね目のね使う意識も変わってくるしね、重要性もねいろいろ分かってくるんじゃないですかね。まあだからってねこれをずっとやっていけば必ずね良くなるっていうわけじゃないかもしれませんがね、人それぞれ。まあそれでもいろいろねやっていくに越したことないんでね、まあ薬ばっか頼らないでね体から治すっていうのはね一つ手なんですよね。例えばウォーキング一つとってもね、薬ばっか頼ってたらね、それの耐性ができたりねするんですよ。何でも長年どれや飲んでりゃね効力だってね減ってくるだろうし、ですから体から治すしか習慣とかねそういうのから手つけていくしか基本ないんですよね。まあリラックスするのもね一つですけど、まあ、この後頭下筋群はね自律神経失調症には多くの人がね関わる部位だとは思いますよ。みんなとは言いませんよ、まあ、いろんなケースがありますから、まあ、そんなことでねちょっと意識してねやってみるのもいいんじゃないですか。まあ、自分ねもう長年いろんなやってきてね、これは外せないっていうのはやっぱいろいろありますから、じゃあ治るかって言ったら自分のようにね体調の不安定さはありますけど、昔と比べてねよくはなってるんでね、こういう季節の変わり目とかはねもちろんねへこたれたりしますけど、まあそれはね治る段階のレベルでね仕方ない時期もあったりするわけですよ。胸椎、これも結構大事なんでね、ここ頸椎の土台ですから言ってみれば、まあ、そんなこともねいろいろやってますけど、まあ一つ大事なのはね後頭下筋ですよ。だからつったらね胸椎周りのね筋肉をねほぐすっていうのはかなり重要だと思ってますよ。自分はねこれずっと
旧世紀なんか考えてみますとね、もうガチガチでしたから。うん。これはね、薬飲んじゃって、そのガチガチ感がわかんない人も多分いると思うんですよ。自分は最小限だったんで、全部ね、薬でカバーしなかったんですね。もうたらふくね、わけわかんないぐらいね、薬飲めばそれはね、もう全身がぼーっとしちゃうと思うから、それは感じないでしょう。ですけどね、自分は最小限でね、個人的に抑えてたんで、まあ、もろにね、そういう経験はね、味わってますんで、ほんとガチガチですよ。首なんか、その時はね、一番ひどかったですよ。まあこういうね、過去にもたくさんこういう話してんですけど、新しい人がね、どうも入ってきてるわけで、3分の2ぐらいは、話してない人が対象になってるかなと思ってますね。今の登録者見てますと。ですから、以前話したことでもね、繰り返しね、今後も話していきたいと思いますよ。うん、そんなことでね、まあ健康についてもね、これからもちろん話しますけどね、一応このチャンネルは、パニショーの日常っていうことなんで、個人のね、プライベートのことをね、思ってることとか、行動したこととか、そういうのをね、ぺちゃくちゃ、喋っていって、こんな奴がいるんだなと思ってくれたらね、いいチャンネルだと思ってますんで、気楽に自分はやってますんでね、すごい登録者の生まれるようなチャンネルじゃないと思うんですね。このカテゴリー的にも。ですからね、マイペースでね、やっていきたいと思います。まあこれからもね、よろしくお願いします。ありがとうございました。アナグラでした。